こんにちは、ゲーミング PC チャンネルです。本日は映像に映っている2つのゲーミングキーボードの紹介です。15年以上 PC ゲームで遊んでいるのに未だに激安キーボードを使っていたので、思い切って人気メーカーの定番商品を2つ買ってみました。実際に手元で比較して気づいた特徴などを比較していきます。ちなみに今まで使っていたのはロジクールの K120 です。キーボードの前でご飯を食べるのでめちゃ汚くなっていますね。ちなみに当チャンネルではゲーミング PC に関する様々な情報を発信しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。左が2016年に発売されて以来ロングヒットを記録している G213 で、右が2020年春に発売されたレーザー、サイノサライト、JP です。今回購入したのは両方ともメカニカル風メンブレン式で、ゲーミングキーボードとしては価格が抑えられており、静音性があります。タイプ音をそれぞれ撮影したのでご覧ください。続いて外観を比較していきましょう。両方とも黒を基調としたデザインで、キーは光ります。光り方などは後ほど紹介する専用ソフトで変えられます。パッと見の違いとしてロジクールの方にはパームレストがついています。ここに手のひらの下部分を置いてタイピングすると手が疲れにくいですね。しかし狭い机で利用される方には邪魔かもしれません。またロジクールの方にのみ右上に音量調節ボタンなどがついています。ワンタッチで音を消したりキーボードの明かりを消したりできるのは便利です。急な親フラにも対応できそうです。わかりにくいですがロジクールの方はキーボードが絶妙に沿っており、タイピングがスムーズにできる工夫もなされています。今回の2つのキーボードはどちらも有線接続なのですが、有線のケーブルの質も高いキーボードの方が良いです。ロジクールの方だけ布製のケーブルで程良い形状記憶をしてくれるので、ケーブルにキーボードが引っ張られ辛いです。マウスほど差は感じられないのでおまけ程度の工夫ではありますが、こちらは裏面の画像です。価格が高いほど滑り止めがより強固なものになっていますね。高い製品は様々な工夫があり安いものもまたコストダウンに様々な工夫があるようです。専用ソフトをご紹介します。こちらはロジクールの管理ソフト、G-Hub です。Windows のユーザー名に日本語が入っているとインストールできないという不具合があったのでわざわざ別の英語名ユーザーを作成してインストールしました。このように光り方のパターンや速度を自由に変えられます。またファンクションキーにマクロ操作やコピペなど、様々な機能を割り当てることもできます。ゲームモード時にどのキーを無効にするかも選ぶことができるので、ゲームプレイ中の誤爆も防げます。ゲームモードの切り替えは右上のボタン一つでオンオフできます。続いてレーザーの専用ソフト、レーザーシナプス、です。こちらは Chrome でダウンロードできない不具合がありました。またレーザーシナプス2と3がありデバイスとの相性があるようです。G-Hub 同様光り方のパターンや強さなどを自由に変えられます。またレーザーだけの特徴として、すべてのキーにマクロや機能を割り当てができます。ロジクールはファンクションキーだけだったのでこちらの方が便利ですね。ゲームモードでオフにするキーももちろん設定できます。ここでレーザーサイノサの欠点をご紹介します。ズバリキーに書いてある文字が非常に見づらいです。先ほどの専用ソフトで明るさをマックスにしてもなお暗く、
パッと見でどのキーなのか判別しづらいです。写真ではわかりづらいですが肉眼で見ると明るさが段違いです。あまり使わないキーなどは配置も記憶が曖昧で慣れるまで時間がかかるでしょう。両者の違いをまとめてみます。パームレストノーム。音量調節ボタン等ノーム。キーボードの反り。ケーブルの質。裏面の滑り止め。キーの見やすさ。そして価格です。両者ともに良いところがありますが、私のおすすめとしては、1000円ちょい余分に奮発してロジクール G213 を購入することです。普段普通のキーボードを使っている方は使用感に感動できるでしょう。以上、売れ筋キーボード2つのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。